こんにちは。こんにちは。ファミリーです。はい、ということで、今回はですね、先日、スイッチライトが抽選で当たったんですよ。で、動物の森がめちゃくちゃやりたくてゲットしたんですけど、今回は初めての動物の森をやってみようと思いまーす。4人で1台しかありません。はい。そうなんですよ。本当はライトじゃなくてね、本当はスイッチ欲しかったんだけど、うん、当たらない、抽選に。当たらないんだよね。ね。転売屋から何万も高く出して買うのは悔しい、うん、ということでスイッチライト1個で我慢します、はい、とりあえずは前回、うん、自分の名前を決めて、うん、自分のキャラクター作りました、はい、クモすごいね、うん、なんか前回と違くなっちゃったみたいなんだけどちょっと違くなっちゃったなんかチェクのシャツになったね、うん、ああ、うん、満潮同じのだと不衛生だからじゃねということで早速進めてみたいと思いますお、いいね海の音が聞こえる。そう、海の音聞こえます。ということで、なんかね、とりあえず進んでってみたいな感じで言われたんだよね。うん。なんかここに進むのかな。お？なんかいた。とみきちくんが。止まった。が寝る場所の確保をお願いするだって。へえ。不動産業もやってるんです。うん。たぬきちすごいね。おお。テント用意した。おお。いいな。おお。そういうことね。テントを受け取らないといけないらしい、うん、あ、テントはくれるんだ。お、テントもらった。あ、ありがとう。やった。キモいな、届いてくれるのか。うん。へー、あ、地図がある。え、どの辺行くじゃ。あ、なんかリンゴみたいのがなってたり。すごい。なにこれ。桜も落ちてる。ちょっと揺すってみてよ。揺すってみてよ、だってテント立てる前に、うん、あ、取れた。何これ。取れた取れた取れた。拾って拾ってて指示しちゃって。なんて拾うの。なんか拾えないから後で拾おう。うんうん。ということで先にテントを立てるらしい、うんうん、テント立てよう。どこがいい。どこでもいいよ、適当なとこで。拾さかないとダメだとかって言ったね、うん、そうそうそう、ある程度ね。なんか木いっぱいやない。うん、木いっぱいあるね。あ、お、広い。あ、ここでいいね。広いじゃん。うん。ここでいいか。うんうん。ここら辺でいいじゃん。うん。テント。ここに立ってる。うん、コンテナみたいに貼ろうかな。うん。想像してみる。え？あ、想像できる。こんな感じになりますよみたいな。あ、いいねいいね。オッケーオッケー。なるほど。設営早っ。あ、かわいい。いいね。うん。早い。あ、やった。俺たちより全然早いな、設営。あ、キャンプファイヤーするって。すごいね。すごいね。すごいね。火を起こすときに使う細めの、うんうん、枝を拾ってきてちょうだいだって。うん。オッケー。何で物を広げるんだって。オッケー。枝を拾いに行くんだ。一本ポツでさっきね、うん、落ちてたね、うん、あ、こういうの。あ、そこそこそこ。こういうのか、うん、これを、うん、ワイで、うん、あ、拾えた。あ、拾えた。え、何、焚き火ができるの。うん、お、なんか違う。なんか違うの拾ったね。うん、拾った。すごい、うん、すごいね。かわいいな。あ、桜も。あ、なんか違うの、また拾った。あ、またなんか違うの拾った。あ、桜も拾えた。なんかリアルだな。本当に枝拾うよな。やるときな、枝拾うときあるよな、キャンプで。10本しか必要ないからだって断られたわ。13本いらないからみたいな。うん、夜になった。あ、キャンプファイヤーするらしい。あ、いいな。おー、火ついた。そう、火ついた。すげえな。そうなの。なんかこんなじゃん。お、座るとかできないんだ私は。え、とりあえず夜だよ。だけどこれ、うん、夜だよ。あ、抜け出しちゃうんだ。みんな一緒にやってんのかキャンプファイヤー。あ、手が広いで
早く走れる。あみんなキャンプファイヤーやってますけど大丈夫ですか？今キャンプ流行ってるじゃん。それにさ加えてのこういうゲームだから、本当すごいと思う。あ、入れた。入れたよ。私のテントどんな感じですか？意外と広かったです。意外と広く。あ、ちっちゃめ。せんま。せんま。だってソロだもん。あ、そっか。そうだよ。ソロだもんね。だからか。ちょっと待って。今サングラス持ってる。サングラス。見えないんだ。グラさん。どう？いや、大丈夫よ。あ、ランタン。ランタン出てきた。ほら。ランタンつけられないの。おー、ビッグハットだよ、それも。おー、いいね。ホットじゃん。ホットじゃん。何これ、どうやって寝るのこれ。誰か寝方教えてください。ライブじゃないな。寝方どうやって寝るんだろう。え、どうやってやったの？どうやってやったの？普通にこうやって指の中入ってっちゃう。ママやりたくしょうがないよこれもう。やりたくてしょうがないよママさんが。お、新生活が始まった。やった。あ、自由らしい。うん、なるほど。これ寝方がここまでがチュートリアルみたいなもんなんだ。そうなんだ。うん、ここからの暮らしは現実と同じ時間が流れていきます、うん、だって、なるほど。へぇー、 DIY もできるんだって。買うだけじゃなくて。なんだね、すごいよ。できた、できた。へぇー、 OK。 あ、これ作る。うん、作っちゃう。しょぼい釣り竿ができたってどういうこと？しょぼいんだ。あ、そうなんだ。うん、オッケー。あー、なるほど。すごいね。スマホで電話送してるよ。おお、すごい。うん、そうなんだ。よし、早速釣りしに行こう。うん。やった、釣り竿持った。かっこよくない？うん、見てこれ、かっこよくないですか？うん、うん、うん、なんかさ、魚いない？どっか。あ、いた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 。これどれで投げる？それで A で投げる。で、そうするとさ、ピカピカってくるじゃん。また A？ うん、多分そうだと思う。あ、来た。あ、来た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 。どう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 。まだまだ食った？まだ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 。お、食べた。 A バレた。こんなに釣りって難しかったっけ？釣れねえじゃん。お、釣れた。おった。お、やったー、釣った。これ何？どんこだよ。どんこ釣れるんだ。なんかいろんなのができるんでしょ。あ、そうなの？へー、らしいよ。へー、だからなんか自分好みに無人島を、うんうん、何プロデュースしていくじゃないけど、改装していくっていう言い方なのかな。あ、そうなんだ。へえ、そういう風にできるみたい。あ、そう、うん、へえ。ちょっと力入っちゃった。今力入っちゃった。お、なんだ、何をするた、何これ、エビだ。トビオカ、カサゴ、カサゴだって。ミノカサゴだって。一台のスイッチをみんなで回して遊ぶ。みんなで回して遊ぶ。一台しかないから。パソコンは7台も8台もあるのに。スイッチ変えなくてこれしかないの。それもね、本当はね、普通のスイッチで、あのみんなに見せるのにも、あの画面をキャプチャーしてね、あの見やすいようにやりたかったんですけれども、買えないって、本当にお金がなくて買えないわけじゃなくて、売ってない。はい、ということでね、一応ね、お友達に帽子もらって、自分でテント立てて、釣りして、釣りして、パパさんも釣りました、ドンコ。そう、釣りしてみました。なんか、まだまだね、これからできることがいっぱいあるみたいだから、ちょっとやっていきたいなって思います。とにかくね、かわいい。かわいいね、本当に。いや、俺はね、思ったのが、
結構リアルな再現をしてる、うんうん、キャンプファイヤーができたりだとか、うん、あとテントの中に入るとあのラジオがあったりとか、うん、ランタンがあってランタンが火が灯ったりだとか、うん、ランタンがついたりとか、まあとにかくびっくりした。すごかった、うん、これは結構楽しめそうな感じですよね。それでは本日の動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。